南京地下鉄3号線は、中華人民共和国チャン通称南京市、浦口区の林場駅から、高根区のマグサ州道路駅までを結ぶ、南京地下鉄の地下鉄路線である。3号線は、長江北岸の浦口区臨場駅から、トンネルで長江をくぐり、コロー区、玄区、新和区、受け大区を通って、高根区マグサ州道路駅までを結ぶ。将来は、 南に一駅延伸し、マグサ両街道駅が設置される予定である。また、北にも一駅延伸して、南京北駅が設置される予定である。南京ウラチン車両小生 A 型車6両編成マイナス46本南京市中心部には、20世紀中頃に植樹したプラタナス等の街路樹があった。市民は、青霧と誤認していた。マスコミもこの事件を、 南京五道樹事件と呼んでいる。2011年2月、南京市は地下鉄3号線と10号線建設のため、大安ン駅付近の超高路、太平北路一帯の49本のプラタナス等の街路樹が枝を切り、高熱茎林鎮の防病保に移植した。このことを一部の南京市民がインターネットで関心を示し、緑化を破壊する行為として、抗議の意思を表明した。 著名なスポーツ評論家の貢献者を有名アナウンサーの毛う等も美白で検索し、直ちにこの行為を停止するよう表明した。南京市のスポークスマンは移植するだけでは採はしない。市民の誤解と怒りは理解できる。と述べたが根本的な問題については言及を避けた。2011年3月14日、人々は 中山あずまじ園線の街路樹にグリーンリボンをつけるグリーンリボン行動を起こし抗議した。3月15日、中国国民党立法委員の旧武氏は美白で南京市が伐採をやめなければ中央委員会で保護を求めると表明した。3月16日、旧岳氏は中央委員会で海峡両岸関係協会と海峡交流基金会を通じて 南京市と協力することを提案した。3月18日、国務院台湾事務弁公室はプレスカンファレンスで南京市に対し、全省を求めた。3月19日午後、市民は南京図書館前で抗議集会を開いたが、警察との大規模な衝突は発生しなかった。3月20日、南京市副市長陸区公は、 移植計画を全面的に停止して、市民の意見を募集し、さらに一歩進んだ建設計画を進めると発言し、事件は沈静化した。ありがとうございます。